もうこれ植えてだいぶ経ちましたっけ。うわ、8月下旬。3ヶ月経った。ほんまにそこで取るスタイルなんですね。うん、まあダリアそんなだけ最下本数は一回買おうない。あ、なるほどね。面白い。なんかちょっと変わってんな収穫方法が。やんか、はい、でガーンってネットがガーン動くやん、はい、それでこの花びらが傷ついたりするから。ああ、なるほど。そうそうそう、あんま力技できないんです。そうそうそう、ナイブやから。まあほなこの畝だけですよね、今取れてるのは。今この畝とその端っこ、端っこの方がいい。うん、赤とオレンジと全部色違うんでしたっけ。いや、ここは赤やろ。で、白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 、赤、赤。決まるから。わかる？いいけど。だからこう上スタートが曲がるってことですか。そうそう、で、上向いてるここら辺でこうパスに切って。なるほどね。で、取るんですけど。捨てていく人もいる。はい。結局最後出すことを考えるんだったら、もうええから、そんな植えてる本数とかも少ないから。なるほど。まあ、効率考えたらほんまもう下落として。下落としての方が楽かもしれないけど。収穫加減で言ったらこれとか。あ、もう飛んで、取る取る。それで何分咲きぐらいになるんですか。これで、これはまだ多分5とか、5もない。逆にこう何分咲きまでいったらもう限界というか、その咲きすぎっていうのはどこまでなんですか。もう9ぐらいまで咲いたらもうアウトなんですか。もう9はあかんな、なんていうの。左やここから沿っていきよんだ。これが花びら、これが花びらに、これが花びらに、はい、こう沿っていきよんだ、どんどんこう、はいはいはい、で最後こうボールみたいになるんだけど、はい、もうそうなったらもう本間さん、それもだいぶ沿ってますもんね、中に。でこれまだまだよ。ああ、なんていうんですか、そのそれ、そのなんていうの、その反り具合、そのなんかあんの。でもこれなんかあんま反ってないじゃないですか、こっちは。あ、それ
そいつ、はい、それはまだ切らない。ピントが合わへん。まあそこの切り前とかもこう花市場とかと話し合いながらやってる感じに、はい、ああまた出荷先によってその南部咲きとかが、うん、ある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 。俺もなんかその目で見て感じてきた人やから、その習った時にな、はい、よしこんなもんなんかなって思いながら、まあまあであとわからん細かいとこ市場との相談しながら。葉っぱは気持ち2節分ぐらい残すんですね。うん、じゃあ1節ぐらいでいいけど2節ぐらい残しておいて気持ち。まあ上のこの一発目のでかさ見て残したり残したり。なるほど。もう向こうあれですね、その作業場っていう選果場ではもう全く手つけん、そうくくるだけやと。もう極力なんだから、まあまあさっきも言ったけど痛みやすいから、はい、ただピッやったら傷が入るんよ、うん、も極力畑で終わらして持って帰ったらもうくくるだけ、はい、の状態にしとかんと。まあまあいろいろ品目持ってるから俺も、どれかの作業だけは畑で完結させとかんと、全部が全部持って帰ったら大変なこと。まあ、じゃあオレンジはこんなもんかな。一回切ったらこのまま赤を切るんじゃなくて一回持って帰る。あ、なるほど、ね、こっちこう量を持つとまた花同士がぶつかり合って傷ついたりするから。あ、すみません。いや普通畑開けっぱなししないんで。両手塞がるから。なるほど。開けるぞ。なるほどね。花の収穫は開けとかなあかんです。Thank you.
へんから、とりあえずこの空っぽのバケツに。もうこんな感じでどんどん取っていくんですか。そうそうそう、今ので15本ぐらい、はい、15本ぐらいが限界です。あんまその混み合って持ちすぎても、あの何回も花が傷つくから。ああ、はい。もう毎日これぐらいなんですか。15本ぐらいずつ。オレンジは今んとこ、今んとこしたよ。1回に切る量が大体15本。持てへんか。はいはいはい。で、置いとくのもバーって置いとくのもいいけど、その、まあ、今日は涼しいけど、暑かったりしたらすぐくっつくたびれるから。太陽当たったりしたら。そうそう、あ、なるほどね。バケツ忘れたら。とりあえずここに行こう。こういう短いやつはどうするんですか。短いやつで組んで商品にするんで。うん。これぐらいの短さやったら全然いい。これで50センチぐらいあるんですか。もっとあるんですか。このネットが15から45ぐらい。うん。それはそれで商品にはなる。バケツ拾ってきた方がいいんじゃん。なんで？バケツ。ここな、入り口にある。そう。残したやつが、もうちょい夕方にかもしれない。なるほど。ヒント合わへん。あった。
はい、行きます行きます。今あれですよ、先そっち行かなかなと思ってます。クエース。ちょっとくくるので大事なのは色味を揃えてくる。わかる。で、これとこれやったら。ああ、右のが濃いですね。うん、あの右手に持ってるのが。で、極力なんかその色味を合わせる。うん、同じ品種で同じ色ですもんね、これ。うん、一緒一緒。でもその錆びた時の温度とかでちょっと変わる。でこれで言うたらこれと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 これちゃう。これとこれとこれ。で、大概5本とかですよ。なるほど。でも作業で片付けない。強くしびれすぎると空気が潰れるから軽く。うん。なるほど。内部までスリーブ。スリーブも結構このスリーブが擦れた時に鼻に傷つくから気をつけて。なるほど。全部繊細ですね。ちょっとなんか繊細な結構綺麗。これで完成ですか。うん、で、やって火曜日に終わり。ありがとうございます。揚げて揚げて揚げたんですか。いい感じです。なるほど。あ、でも大体あれなんですね。取ってその日に出すというよりは、うん、そうやね。揃ったら出すみたいな。うん。何時間あ、出荷するときつけっぱなしじゃないんですか、桶に。いや、つけっぱいで。え、これ出荷のときもこの水で。うん。でももう真水に触れへん、あいつ一切。出荷までにある程度つけとかなあかんですか。もう出荷の瞬間に ある程度吸い上げさせな。ああそう。ああ、だから次の競りというか、なんていうんですか、考えなあかんですね。処理剤、処理剤から出される時間帯とかを。そうそう、大体何時間処理とかあんねんけど、処理剤に。はい、あんま知らん、一晩ぐらいですけど、絶対。まあもう気持ちいいですね。まあちょっと畑取ってこよう。はい、ということで作業面が取れたんで、ちょっと物撮りを、物撮りとか、あのインサイト、インサートか、インサートをちょっと撮りたいと思います。で、大体あれですね、なんか人が喋ってるのを撮った後に、あらかた撮った後に全部作業が終わって、人が絶対いる撮影が終わったら、もうなんか単体で畑へ行って撮影して作る、あの別撮りを撮るって感じですね。こういうダリアの様子とかをなるべく、こう材料が多いとすごいいいのが撮れるんで、いい動画が撮れやすいんで。
経営させており。